オーストラリアンバーブオーストラリアンバーブは、オーストラリア原産の牧羊犬種の一つである。別名は、ブラックケルピーで、単に、バーブとも呼ばれる。バーブの名は1869年に、オーストラリアのメルボルンカップという大会で優勝した、黒毛の競争馬のバーブ号から取って付けられた。オーストラリアンケルピーの弟種でもある。1870年代にケルピーを改良し、 さらに瞬足で体力のある牧羊犬種を目指して作出された。ケルピーに同国原産の作業犬、カンガルードックなどを掛け合わせて作出された。なお、作出に使われた犬はすべて毛色がブラックである。主に牧羊犬として羊を誘導するのに使われた。通常の牧羊犬のように羊を後ろから追うこともできるが、瞬足を生かして、 ニュージーランドのニュージーランドヘディングドッグのように羊の前方に回り、睨みを利かせて進行方向をコントロールすることもできる。使い勝手の良い犬であると言われ、はじめのうちは人気があったが、次第に原種のケルピーや輸入されたニュージーランドヘディングドッグなどにとって変わられるようになってしまい、需要が減って希少化してしまった。現在でも実用犬として使われているが、その頭数は 非常に少ない。ペットとして飼われている個体もいる。まず、オーストラリア国外では飼育されておらず、富士などからは、ケルピーの派生種の一つであるとみなされているが、公認はされていない。なお、黒毛のケルピーのことを稀に、バーブと呼ぶことがあるが、気質の通りケルピーは、本種の原種で、別の犬種であり、好ましくない故障である。ケルピーに比べるとバーブは、対抗が高く、 足も長く、マズルも先細りである。頭部の形の雰囲気はマズルを除くと、日本犬にも似ていて、耳は長い立ち耳である。耳の形は、カンガルードックから受け継いだもので、カンガルーイヤーと呼ばれる、カンガルーに似た特殊な耳形をしている。筋肉質の引き締まった体つきで、運動神経が優れている。走るのが速く、スタミナや運動量もかなり多い。 オアサーベル型のタレオか通常のタレオコートはさらりとしたシングルのスムースコートで毛色はゼットブラックかブラック胸にはホワイトのパッチが入ることもある大型犬サイズで性格は忠実で仕事熱心平和主義だが警戒心が強くやや神経質な面も持つ与えられた仕事は積極的に覚えようとする努力家であるかかりやすい病気は 大型犬にありがちな股関節形成不全などがある。また、毛色が黒いため太陽熱を吸収しやすく、熱中症にかかりやすい傾向にある。この点が作業犬として働く際の欠点でスタミナがありながらも炎天下では作業を長時間継続できないため注意が必要となる。ありがとうございます。